クライアントは貴様らの死を望んでる。一瞬で死なせてやる。いいな。おもちゃを見つけたか。だがそうかん、じっとしてろ。俺が苦しみを終わらせてやる。俺の忍耐を試すな。ドアを開けるわ。よし、次はもっと危険なおもちゃが待っているぞ。狙いを定める必要もない。見ろ、目をつぶってもできる。やこれから早く抜け出さないと。正確に力を加えれば壊せる。見てみるわ。よし、これでなんとかなるわ。ぶっ飛ばす。見つけたのか。誰がそこに置いたんだ。見つけたか。だが使うまで生き残れない。俺のものだ。鍵がかかってる。命の時間が過ぎてくぞ。これこそ俺の銃だ。ペアブルが依頼するから。きっと見つかるわ。閉まってるな。貴様らが恐怖を感じるとクライアントが喜ぶ。怯えろ子供たち。俺は全然構わない。簡単には逃げられない。
鍵がかかった。命の時間が過ぎてくぞ。こんなこの夏焼けの天才を止められると思ってるわけ？うまく先へ行かせてもらうわ。必ず見つける。警備員のカードキーは持ってっていいぞ。だがこれで終わりじゃない。そいつは痛みを感じない。お前の痛みも終わらせる。おとなしく死ね。クライアントから生き残りが多すぎるとのクレームだ。これから方針を変える。古典的な武器だが、こいつが一番。なんでまだ生きてるのかわからんが、まあそう長くは生きられない。死んだら貴様らもこんな怪物になるだろう。じゃあどこに行った？頭に弾をぶち込んでやる。その方がすぐ終わる。ノックしやがった。わずかだが進行させたな。頑張れ。俺が止めるがな。古典的な武器だが、こいつが一番。俺を怒らせたらますます大変になるぞ。鍵がかかってる。
貴様らにちゃ生体がいるネメシス、ウイルスに感染したお前たち、そしてゾンビ、イカれた世界だ。イカれてるが実に金にな。何か見えるかも。諦めろ。ガキども、逃げないと死ぬぞ。みんなもっと急げ。さあ終わらせるとしよう。まず視界を奪い、それから命を奪う。そういう貴様らがここまで残るとは思わなかった。だがまだ自由じゃない。よし。破壊石を作ってほしいのか。よく頑張った、素晴らしい。